10月突入、バキヤズミです。涼しくなってるといいな。鈴木えりです。いやー、もう涼しいんじゃないですか。いや、もう早く日傘から解放されたい。あー、そうだ、ちゃんとやってるんですね、えりさんも。まだ一応やってるわ。いつまでやればいいんですかね、日傘って。決めてほしい。年中じゃないのかな。あ、年中、確かに。わかんないけど。あるもん。意識高い女の人は年中刺しますよ。いやー、でも片手が埋まるじゃん。ここになんか帽子とか、傘。確かに。傘ついた帽子かぶりたい。私はもうずっとそれを、もう提案しようと思ってました。ちょっと作ってよ。私が？脇あずみ監修。夢の国とか行くとき、カッパってこう脱いだり着たりめんどくさいし、めんどくさい、傘差すのめんどくさいから、うん、絶対帽子型の傘があったら楽だなって。売れるよ。夢の国にずっといようと思って。夢の国言ってほしいって言うタイミングあるかな。あるかな。あるかな。今後じゃあお仕事した時とかに。そうですね。絶対ないと思うけど。伝えてもらえますかって。はい、皆さんね、もうこれ聞いてる人がいたら。買う買う。帽子型の傘をお願いいたします。お願いします。欲しい。はい、本日はメールですよ。はい。では早速行きましょう。はい。せーの、アゼリアル。ということで、メールを紹介していきます。はい。お願いします。JB さん。JB さん。アズエリの二人、こんばんは。こんばんは。アジュ、先日は秋アニメ、Do It Yourself。先行上映会&キャストトークイベント、お疲れ様でした。ありがとう。台風が迫る中、無事開催参加できてよかったです。うん、ドローンが飛んだり、自動運転バスが走る近未来と現代の入り混じる世界観、物事の自動化が進む中、自分の手で作り上げる DIY をゆるく可愛く描いていて、それでいて工具や制作過程の作画がすごくリアルで、1話2話でグッと世界観に引き込まれてしまい、ありがとう。早く3話以降もオンエアで見たくなりました。うん、オープニングやエンディングも気になります。うん、そしてみんなで DIY 部の看板作り上げる企画にも参加できて、アニメ開始前に素敵な思い出を作ることができました。アジジュは DIY を経験したことがないメンバーでしたが、エリピョンは何か DIY をしたことがありますか、また何か自分の手で作ってみたいものはありますか。はい、おありがとうございます。ドローンが飛んだの。そう、アニメの中でです。アニメの中で。オリジナルアニメで、この女子高生たちが DIY をしていく、本当にほのぼのとした、ただただ楽しく見れるアニメになってるんですけど、そう、それのイベントが先日あって、1話2話をお客様に見ていただいて、ね、もう台風直撃してた時で、本当にそんな中ほとんど席埋まってるくらい見に来てくれて、すごい勇者たちが見に来てくれてありがとうございます。 DIY ハマっちゃう人とか、いや、いるんじゃないですか。いそうだね。 DIY って、なんか私も難しそうとか、そう思ってなかなか手つけられないんですけど、なんか力がいりそうみたいな、そうなんですよ、イメージだった。なんか意外と工具とかも、DIY のアニメ収録する前に、みんなで読み合わせの時があって、その時に実際の工具を触ってみましょう会が、へぇー、すごい。木をノコギリとか、あ、ブイーンってやつで切ったりとか、すごい。トンカチ打ったりとか、怖い。やったんですけど、やっぱこう、トンカチとかノコギリとかもちろん力いるし、その、機械、ブイーンって自動で切れるやつとかも、意外と力がいるから、へぇー。やっぱ慣れないとすごい、ババババってなって怖いんですけど。怖いし危ないもんね。そう。でもやっぱ達成感がすごいですね。いや、すごい楽しそう。そう、楽しい。エリさんはなんか、なんもないんだよね、やったこと。でも DIY ってなんかイメージだと、木を切ってとかのイメージあると思うんですけど、本当小物、ね、アクセサリー作りも DIY になるの？なります、なります。あ、なるんだ。うん。なーいかも、あんまり。そういうのもないですか？なんか、私のお父さんが建築士で。かっこいい。私の、あの、職業から声を出すから、部屋の中に防音室をね、作ってくれたのね。はい、
優しい DIY で、そうカーンカーンってクイーンってやって作ってくれたんだけど、それを目の前で見てただけです、私は。ちょっとぐらい手伝いましょうよ。な怖いな、なんか大きいし重そうだし、なんか私はもう材料費を出しただけで全部用意してくれて、材料費出したんだ。でもなんかかっこよかった。いや、かっこいいですよ、作ってくれてるから。へえー、いいな、すごい。木のくずにこうね、出るじゃん。そうですよね、こうまみれて作ってる姿、かっこよかった。娘のために。あ、ありがとう。パパ一生懸命頑張っちゃった。ありがとう。なんか私もおじいちゃんが大工さんだったから。え、そうなんだ。そうなんです、あのブランコとか作ってもらったりして、やっぱね、こうやって一から作るっていうのって本当に楽しいので、うん、夢があるね。そうなんですよ。だから皆さんもね、あの秋から始まるアニメなので、ぜひぜひ見てみてください。気になる。ありがとう。はい、ということでメールありがとうございました。ありがとうございました。番組ではメールを募集中です。はい、メールアドレスはあぜえり @secondshot.jp、 あぜえり @secondshot.jp、 普通歌含めてどしどし送ってください。各コーナーは番組ホームページにどんどんアップしていきますので、ぜひチェックしてみてください。はい、そして今週分のあぜえり R は水曜日24時から、はい、セカンドショットチャンネルにアーカイブとして1週間は無料公開。イエイ。さらに有料会員になっていただくと、過去のアーカイブやアゼリアル特別編が聞き放題、見放題です。うん、皆様会員登録をよろしくお願いします。はい、では今回はここまで。お相手は脇あずみと鈴木えりでした。バイバーイ。